勝木線は、福岡県中間市の中間駅から同県北九州市、八幡西区の勝木駅までを結んでいた、日本国有鉄道の鉄道路線である。1980年の国鉄再建法施行に伴い、翌年9月に第一次特定地方交通線に指定され、1985年4月1日に全線が廃止となった。石炭輸送のための貨物線として開業した。 一時は中間荒手間が参戦化されるなど活況を停止したが周辺炭鉱の閉山により輸送量は激減し最終的には全線が単線化された。1980年の国鉄再建法の施行を受け第一次特定地方交通線として廃止対象路線となった。末期には行動が原因による地盤沈下から鉄道が道路をまたぐ 立体交差地点では自動車の通行ができなくなるなどといった事態も発生し、また、中間市の都市開発の阻害ともなるため、市や住民から廃止運動が起こっていた。終点の勝木からは、倉手軽便鉄道が1915年1月1日に野面までの 3.8km を開業し、貨物及び旅客輸送を行っていたが、1954年10月1日に、 廃止された。接続路線の事業者名、所在地は、勝つ線廃止時。全駅福岡県に所在。大体として、西鉄バス64番が運行開始されたが、もともとの旅客流動が経路と一致しないがゆえに、すでに廃止された。末期は1日に往復の運行であった。なお、大体バス路線ではないが、西鉄バス北九州が、勝つ地区と、 中間駅を結ぶバス路線を運行している。また同社は、旧荒手駅や旧岩崎駅近辺を通る路線や、かつ地区と北九州市中心部の黒崎、小倉地区を結ぶ路線も運行している。また旧かつ駅の西側には、地区方電気鉄道の地区方高月駅があり中間市の中心市街地や北九州市、能形市との間を結んでいる。 バス路線の詳細は、西鉄バス北九州、勝木自動車営業所を参照のこと。廃線後のほとんどは、道路となっているが、中間駅付近の一部は、スフィンクスやモアイ像など、世界の有名な石像のレプリカを展示する、屋根のない博物館という遊歩道になっている。勝木駅付近にあった橋梁は道路化されず、現在でも橋脚が残っている。 終点の勝木駅は西鉄バス北九州の営業所となっている。中間駅前には記念碑がある。勝木駅跡では駅名板が記念として保存されている。屋根のない博物館、スフィンクスも愛蔵小松島線の廃止に伴い、1985年3月14日、旅客営業を行う路線の中では国鉄最短路線となったが、そのわずか18日後に廃止となった。 その後旅客営業を行う路線の中では桜島線が最短となる。貨物線を含めると小松島線廃止から1985年11月4日まで手宮線が国鉄最短路線でその後国鉄 JR の最短路線は新港線に移った。いずれも1996年の宮崎空港線開業により記録が更新されている。 ありがとうございます。